愛を形に、キンプリオイデレラでミリオン達成でも終わらない、ティアラたちの戦い。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズの人気グループ、キングプリンス、キンプリ、の神宮寺ゆ太平野らの仕様、岸ゆうが5月22日に脱退する。 23日以降は、長瀬角と高橋山の二人でグループを続けることになるが、ティアラ、金プリファンの愛称、たちは、2018年5月23日にリリースされたデビューシングル、シンデレラガールのミリオンセールスを目指すオイデレラに励んだ。そしてついに、5月15日、ビルボードジャパンは、同作がミリオンセールスを突破したと発表した。 しかし、ティアラたちの戦いはまだ終わっていない。その先に見据えるものとは、CD は買っても聞くデバイスがなくて、メーカーに勤める20代女性ら A さんは、おいデレラに参加した、ティアラの一人だ。ツイッターではシンデレラガールをミリオンというハッシュタグでファンが一致団結していました。全国各地の状況報告を聞きながら、私も合計で100枚買いました。 人生でこんなに CD を買ったのは初めてです。一時期、アマゾンなどネットショップでも在庫がなくなっていたことに、ティアラたちの愛を感じました。自宅近くや会社もよりの店舗を中心に在庫を確認しながら、あちこち回りました。店員さんもみんな協力的で、他店舗の在庫確認もしてくれたりしました。本当に感謝しかないです。A さん。 CD を大量に購入した A さんだが、ある問題が生じている。CD って毎回買うんですけど、実際は直接 CD を聴ける機器を持っていないんです。ょ CD からデータ転送できる専用ドライブを購入して、スマホに落として聴いています。100枚もの CD をどうするのか、ですかしばらくは自分が頑張ったという証に、 部屋に積んでおこうと思います。その後はまだ考えていません。A さん。折り込んでもミリオン達成にあと一息。ビルボードではミリオンを達成したが、集計方法の違いから折り込んでは未達成だ。最新5月22日付。 オリコン週間シングルランキング集計期間5月8日から5月14日によるとシンデレラガールは週間3.8万枚を売り上げ3位にランクイン。同作のトップ3入りは初登場1位を獲得した2018年6月4日付以来259週ぶり5年ぶりだという。同作の累積売り上げは91.3万枚で。 もう一歩というところだ。ビルボードではミリオンを達成しましたがまだ私たちの戦いは終わってません。ここからが少年場。私たちの愛を形にすべく、ミリオンに向けておいでれらの追い込みです。そう意気込みを語るのは、一都企業に勤務する30代女性 B さんだ。職場でおいでれらのことを知り、協力してくれる人が現れたことに感謝する。 キンプリに詳しくないのにスマップの時も何かあったよね、と、世界に一つだけの花のトリプルミリオンを目指してファンが奮闘していたことを覚えていた女性が頑張ってと言って一枚買ってくれたんです。嬉しかったです。B さん。公式 YouTube の総再生数十億回を達成したい。 ティアラたちがミリオン達成の次に見据えるのは、公式 YouTube の総再生数十億回だ。ビルボードでミリオンを達成した同日に、キングプリンス、シンデレラガール2023、YouTube エリットが公開され、10億再生達成への追い風が吹いている。 都内の私立大学に通う女子学生 C さんは、おいでれらだけでなく、再生数でも貢献すべく奮闘している。人生で初めて買った CD が、シンデレラガールでした。シンデレラガール2023、和画質が綺麗で感動しました。再生数の勢いもすごくて、数時間足らずで数十万再生されるほどです。 公式 YouTube の総再生数が約9億8500万5月16日時点で残り1500万再生を切りました。CD を何十枚も買うのは無理だけど、微力ながら空いている端末を使ったり、朝も夜も再生するなど応援しています。 今年3月に YouTube で公開された、月読み、で、ジャニーズ初の1億回再生達成という快挙達成を後押ししたティアラたち。金プリのメンバーの脱退が迫る中、愛を形にするため奮闘している。両、平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。